どうも、どうも皆さん、 D チャンネルのおでそうございます。現在ですね、自宅のキッチンにいるんですけども、このキッチンがですね、前から見えますかね、こうね、裸電球でずっと照明やってたんですよ。まあこれをつけまして、下から見るとこんな感じで、でキッチンの周り見てみても、まあ編集のね調整でなんともなるかもしれないですけどね、どうしてもね暗いんですよね。もうちょいね明るさなんとかなんないかなってことで、ちょっとねついにこういったの買ってみました。 LED ライト。ただいかんせん付け方わかんないんで、その試行錯誤しながらつける様子をですね、今回、皆様にお見せしようかなというふうに思います。まずはこれを外そう。 LED だから全然熱くない。となったけど根元部分結構熱いな。おい、こちらの新たな配線器具を取り付けます。レッツラゴーと、このライト部分の上下を外して、全然外し方わかんねえ。こうスライドして開けるのか、こう完全にパカってやって開けるのか分かんないですよね。もう説明書にこれ初めからなんかこう分解された表示されてるんですけど、見えますかね、こんな感じで矢印がついてるんで、やっぱ上に引っ張るってことかな。やっとカバー外すことできました。あのね、分かんない開け方。このさっき見せたカバーのその矢印の部分あるじゃないですか。で下の方にもですね、こういう白いところに、3箇所穴があるんですよ。その穴のところまでこの矢印をこうなんとか回して、その穴のところまで合わせたら鍵が開くみたいな感じでパカッて開くっていう、あのね、その説明一個もないんですよ。だからね、さっきAmazon で買ったんで、その Amazon のレビュー見てみたら、同様になんかカバーの外し方が分かんないって苦戦されてるレビューが結構ありましたね。この説明はね、ちょっとちゃんとした方がいいと思いますよ。ビットトップ LED シーリングライトさん。下の部分にこういう穴があるんで、この上につけたその突起物のところに、それを合わせて、で、このネジで締めると。よし。で、このちょろんとなってる部分とちょろんとなってる部分同士をドッキングさせて、ちょっとこれでライトつくかどうかやってみますか。スイッチオン。ああ、いける。あ、めっちゃ明るい。多分カメラ越しは分かんないと思いますけど、後でカバーつけた後にお見せします。で、あとは最後にカバーをつけると。離して固定。よし、きた。というわけで、ようやく LED のシーリングライトを取り付け完了しました。では、こちらのライトの威力見てみましょう。これがシーリングライトの力だ。スイッチオン。はい。カメラ越しで伝わるかな、この明るさの違い。あのね、肉眼だとね全然違うんですよ。本当に全然違う。いやー、まあカバーの取り外し方さえね分かれば結構簡単につけることができますんで、ドライバーとかも必要ないんで、まあ各家庭のその配線部分とかそういったのがちょっと変わってるところがあるかもしれないですけど、非常に簡単なんで、皆さんも暗いなって部屋が思った場合は取り付けてみてはいかがでしょうか。